後期三条期は、中世代の三条期を3分したうちの最後の地質時代。約2億3700万年前から2億130万年前プラスマイナス20万年にあたり、古い順からカーニアン期、ノーリアン期、レーティアン期に分けられる。約2億2000万年前の大陸配置当時は、パンゲア大陸が存在しており、すべての大陸が陸続きになっていた。 そのため当時の陸上動物省は地域ごとの差異が小さい、すなわち固有性が低い状態にあった。また、地殻運動が活発でなかったため大陸には山脈や内海が少なく、広大な大陸には主に砂漠が広がっていた。森林も存在はしたが、作り山運動や飛行体の影響で雨や地下水に恵まれる限られた地域のみであった。中期低。 後期三畳期は前期三畳期と比較して気温が低下したものの、それでも平均地球気温は約摂氏25度と高温であり、当時の陸上動物は乾燥気候への適応を余儀なくされた。ただし、カーニアン期にはカーニアンタウ事象が起き、それまで乾燥していた気候が200万年間ほど急激に湿潤化した。この原因は前期カーニアン期で発生した。 火山活動と考えられており、その候補には北アメリカのランゲリア洪水玄武岩と日本のミホタイやロシアのタウハタイをなす玄武岩が挙げられている。この火山活動が気候に影響を及ぼして海洋無酸素事変やカーニアンタウジショウを導いたと推測されている。タウジショウの間に恐竜は爆発的に多様性を増し、獣弓類からは哺乳類が誕生した。 レーティアン気のせすなわち三条期末には、県政代のも大大量絶滅の一つに数えられる三条期末の大量絶滅が起きた。この絶滅事変で、単弓類の獣弓類と、そう弓類の主流類は大きく打撃を受けた。この原因には、隕石衝突説のほか、パンゲアのプレート運動によるマグマの大規模噴出、すなわち火山活動が挙げられている。なお、 後期三畳期に巨大隕石衝突の痕跡があるのは事実であるが、カナダ東部に位置する衝突クレーターは TJ 教会よりも前の時代のものであり、むしろ約2億1500万年前の海洋生物の絶滅事変に関わっているという見解もある。イスキガラストルイソーの動物小中期三畳期に出現した恐竜様類は恐竜だけを残してノーリアン期に絶滅した。恐竜は 南アメリカ付近で出現した。当時の恐竜は陸上動物症における支配的な存在ではなく、他の主流類や単ユミ類の獣ユ類、両生類の分子イメも動物症の構成要素であった。また恐竜とほぼ同時期に抑流が出現し、また獣ユ類から哺乳類が出現した。約2億3000万年前にあたるアルゼンチンのイスキガラスト類層からは、 ヘレラサウルスとエオラプトルの化石が産出しており、これらが最初期の恐竜とされている。なお、ヘレラサウルスの仲間は後期三畳期のうちに絶滅しているが、グレゴリー・ポールはその理由を有酸素運動能力が低く他の競争相手に敗れたことに求めている。約2億3000万年前から2億2500万年前のブラジルの地層からもサトゥルナリアが産出している。サトゥルナリアは、 竜脚形類に属し、後期三畳期の竜脚形類は、南アメリカとアフリカ南部で化石が多産することから、竜脚形類は、パンゲア大陸の南部で誕生したとされる。新竜脚類も含めて、古竜脚類は、後期三畳期に出現し、パンゲア大陸を通って、アジアや南極にも分布を広げた。竜脚類も、主数、個体数こそ乏しかったものの、 古竜脚類と同様のルートを通って分布を広げたようで、イギリスや太陽国北東部で報告されている。イギリスの化石は断片的であるため流脚類の可能性があるという程度に止まっているが、大の化石はイサノサウルスと記載、命名されている。なお、古竜脚類と同時期にヘレラサウルス類よりも派生的な獣脚類も出現した。この頃の獣脚類には、 大型の人体と初期の機能があり、高い有酸素運動性と体温調節能力があったと考えられている。後期三条期は和に、形上目以外のニセワニ類が生息していた最後の時代であった。この時代には、直立四足歩行のウルニトスクスカや、オルニトミモサウルス類との修練進化を遂げた、ポポサルス上下、ティラノサウルス上下と類似した頭骨を持つラウイスクス類。 四足歩行で植物植生のアエトサウルスメがいた。これらのグループは TJ 協会かそれ以前に絶滅を迎えた。ワニカタチウアメは約2億2千万年前に出現しており、当時の地層であるチンリ層からヘスペロスクスが発見されている。基盤的なワニカタチウアメではヘスペロスクスの他にスフェノスクス類がおり、シュードヘスペロスクスが知られている。また、 ワニカタチウアメからクロコデュールホルミーズというより、派生的な段階の系統群が出現した。クロコデュールホルミーズは、原生のワニも含むグループであるが、後期三条期に生息していたものは、プロトスクスのように、ハラワニ類とされる基盤的な属種であった。なお、ハラワニ類は2013年時点で単系統群とは、みなされていない。浮遊性の石灰質プランクトンや、 現代型の増殖産後はカーニアン期に出現した。後期三畳期最末期に当たる2億500万年前の地層からは最古の主張流であるライティコサウルスの化石が産出しているが、すでに典型的な主張流としての特徴が揃っていることから、陸生爬虫類から進化したばかりのより、基盤的な主張流の祖先はこれ以前の時代に出現していたことが確実視されている。 また、ライティコサウルスの骨組織には、高温動物の特徴が確認されている。魚流では、大型のグループであるシャスタサウルス科が絶滅した。一方、パルビペルビア類と呼ばれる新たな系統が登場した。パルビペルビア類は、オフタルモサウルス科などを内包する系統群で、後期白亜紀の初頭まで生き延びた。約2億1500万年前には、 アンモナイトや放酸虫及びこのドントが大規模な絶滅事変を経験した。これは同時期に衝突した戦術の直径3.3から7 8トルの巨大隕石の影響とみられている。隕石衝突から数万年間は海洋の基礎生産が極端に低下し、また基礎生産が回復しても30万年間は放酸虫の生産量が回復せず、 さらに回復後には放散中群集の大規模な入れ替わりが起きていた。湿潤な地域には特沙なや木製シダなどが乾燥地域にも浮き寄り用して他のシダ植物が繁茂した。湿潤地域ではベネチテスメとイチョウメが代表的であったほか、当時の植物としては休暇植物門が最も優勢であった。騎士植物はまだ登場していなかった。ありがとうございます。